はい、坂翔です。今回はですね、マーベルレジェンドの東映スパイダーマンのフィギュアの紹介になります。はい、まずは箱から見ていきます。まずね、これ箱がね、もうほら、プラスチック使わないということで、マーベルレジェンドね、この紙のパッケージだけになってます。はい、でまず箱、これ東映スパイダーマン、東映って書いてないですけどね、ここに。はい、横こんな感じで、後ろはこんな感じ、このポーズですね。はい、じゃあ開封していきます。もうね、先にね、いつも通りこのテープ切ってあるんで取り出します。なんかどんなになってんだろうな。ブリスターもね、ないんでね、これ多分。よいしょ。あ、すいません、ここね切ります。お、なるほど、こういう感じか。うん、こういう段ボールにね、こんな風に梱包されてます。プラスチックのやつがないんでね、ちょっとな、まあ、そういう、まあ環境的な問題なんでね、まあ仕方ないのかなとは思います。どういった開けるのかな、これは。開け方が分かりません。どうやるんでしょうか、これ。どうやってやるの、マジ。開くの？あ、こう、あ、こうだ。こういう感じですね。はい。なんかね、白いね、紙かな、これ。紙に包まれてます。こんな感じのね、段ボール。ブリスターの代わりにこういうのがついてますね。じゃあ開けてみまーす。よいしょ。うん、じゃじゃーん。あ、いいですね、こんなに。じゃあ、いつも通り動き見ていきます。首は一応回ります。すごい硬い。はい。うん。腕回りますね。曲がってもらった。曲がりますね。手首もあります。下半身。開脚、こんな感じ。ここ、太もものところは回んないのか、これ。あ、回んないですね。で、膝。うん。で、足ですね。つま先も曲がりません。回りましたね。すいません。ここ曲がります。あ、ここも回るな。ここ。腰も回りますね。で、後ろはこんな感じ。なんか穴がありますね。次はちょっとエフェクトを見ていきます。ん？腕。と、ウェーブ。なんかふにゃふにゃですね。これもウェーブですね。で、こんな感じです。じゃあ次はね、立たせてお見せいたします。はい。はい、立たせてみました。このね、東映スパイダーマンのポーズ撮ってみました。結構ね、動きやすいしスムーズなんで、ポーズは撮りやすいですね。なかなかいい感じです。はい、ちょっと穴が気になります、これ。はい、で次はエフェクトのウェブをつけてみました。あ、ちょっとどうやってつけたらいいですか。持ち手とかがないんでね、これどうやってやったらいいか分かんなかったら、とりあえずこんな感じでつけてみました。で、一応次のシーンで、他のフィギュアと一緒に遊んでみましたんで、はい。一応これ、指に引っ掛けてね、相手の、USJ の、装備なんです。これに引っ掛けて、まあ、こんな感じで遊んでみるのかなっていうので、やってみました。はい。持ち手とかがあればよかったんですけどね、これ、はい。で、次は、アップでお見せいたします。アップで見るとね、まあ、結構デッキはいいと思います。はい。動きもいいですし、このね、腕とかもちゃんと再現されてます。で、次が、後ろ姿ですね。これがね、この穴？これ何なのかなと思ったんですけど、なんかこれ、ここになんか刺して立たせるような感じのものだと思いますね、これ。
自分的には本当これいらないですね。はい。ちょっとこういうのちょっと気になるのが嫌だなって感じです。はい。今回もね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。またね、今後も動画出していきますんで、もしよかったらご覧ください。よろしくお願いします。はい。